はい、これでミニらしくなったんで、でこれ自由にこういうシャーシー作ってもいいね。一応これだけざっと部品を集めました。今日の目的はここまでね。これ RGT なんですけど、これのミニ版を作ると、一応この状態からホールベースを詰めればいいんで、まあかなり完成に近づくんで、とりあえずこの状態にまでやりたいと思います。フロントからかかります。で、まあ、サンプルがあると分かりやすいですね。つけます。でこれがサスマウントね。この FR と FF、 これ前は後で、まず後ろ側からと思います。フロントのアーム、ハンキャリア、スティアリングブロック、ユニバーサルですね。ユニバーサルなんですけれど、これ2種類あるんですよね。フロント用とリア用。これ今一般的に使われているタイプ、これいわゆるあの CVD って呼ばれてるんですけれど、こういうカップになってこういう状態になって、でこれもともとはアメリカのあの MIP っていう会社が CVD を作って、 MIP の特許なんですよね。ということで使えない。で本来はこれ逆になってるんです。こっちの方にこういうカップが来て、でシャフトの方にこれがなって、これが本来の CVD だったんです。ただ特許が絡んでるっていうんで、それを逆にしてこういうようにやってみんなが使ってるんですよね。これの利点はね、角度が強く取れるんで、だからオフロードなんかにすごくいいんですけどね。ただこれスライドするんですよね、ここはね。滑る。この太いシャフトが回転してるんでね。だから結構摩擦が大きくなる。だからあんまり私は好きじゃない。で、こっちだと、この細いとこだけで回ってるんでね。だから回転に対してはすごくスムーズな。ただ、これ組み立て式なんで、これみたいに簡単に、これはもうベアリングでカバーしてしまってるんでね、簡単に外れる。私はずっとこれを現役時代使い続けてて、これと比較した時に、例えばフロントだと同じあの DC でも、こちらをつけると車がよく曲がるっていうね、いわゆる回転がスムーズなんで、でこれ全部アルミなんですごく軽いんですよね。でもう一つ、このベアリングのこの距離ね、これがすごく長い。いわゆるこのベアリングの距離をできるだけ広げる。そうすることによってこれのガタがね、少なくなる。で、ベアリングも内径6ミリ、外径10。こういう薄いベアリング使って。これなぜかっていうと、薄いベアリングっていうことはボールが小さいんですね。小さいっていうことは数がたくさん入ってる。そういうことですごく軽くてスムーズで。で、厚みが薄いっていうか。そうすると、またこれでもまた実感が増やせる。外を取った時。普通は今、ほとんどの車が、この距離がほとんどない。このぐらいで収まってる。これはもうギリギリまで伸ばせる。この触れが少ないと。まあ、実際ミニなんかの場合は関係ないですけど、例えばあの、ツーリングカーなんかの場合は、これは、私は大きいと思うね。この差がね。で、フロントの場合は、ステアリング機能があるんで、そんな長く取れない。だからフロントは短くしてる。ここをね、これを今度外さないといけないんで、リアはねこのまま使える。フロントの場合はこれがいらないんで、こっちだったら簡単に外れるけれど、これの場合はピンを抜かないといけないんで、ピンがかしめてあるんで、これを叩いて抜くんです。これを抜くとこれだけの部品に分かれますと。でフロントはこれだけでいいん で、ディアはこのまま置いておいて、でフロントの組み立てね、普通はあの10の5を使うわけですけど、これ10の6なのでベアリングが沈んでしまう。これ薄いんで、普通は4ミリあるん で1ミリ薄いんで、専用のこういうリングがある。でこれを入れると、そうするとこの長さがぴったりと合います。こういう状態ですね。これがね、私のこだわりなんですよ。ピン入れてね、抜けないんです。普通スコッと落ちるでしょ。
簡単に入ったけど、入るけど抜けないと。この精度ね。だからこのネジ止めしなくても作業してても落ちない。これね。これで一応ステアリングロックができましたと。でこれをこのキャリアに取り付ける。どこのメーカーでも使ってるんですけど、ここにカラーをシルク貼ったみたいなね。これ普通ね、内径が3、外径4なんですかね。これちゃんとね、1KI の場合はね、4.5 なんですよね。だから普通のやりを入れるとこうガタガタになってしまう。これはわざわざ作りました。これ 4R、4度の R ね。これもね、交互にってこう、確認しながらいかないと、少し歪んで入ると、もうこれ硬くなってしまうんでね。まあ、本来はここの芋ネジで止めるんですけど、今はもう仮組みなんで止める必要ないんで、とりあえずここへつきますね。ブッシュが全部入るので、これね、まあ、これがこうして、でフロントを入れますと。アイアンとりあえずちょっと仮止めしときます。これで一応まあフロント部分は完成と。まずモーターマウントからね。これも RGT2 用のモーターマウントです。このモーターマウントだとブラシモーターも使えるんで、まあ、ミニの場合はこっちの方がいいかなと。これがまあ普通の今までの止め方、ここぞここで止めるね。で最近のモーターマウントはここのここで止めるのね。この下で、この上がないんで、これを低くするために。で、まあ、もう一つこれの利点は、自慢のスパーギアが使えます。でこれもね、両方、これは広坂オリジナルのギアアダプターですね。このねギアアダプターを使うと広坂のスパーギアが使える。ノーマルは三つ穴なんで、オプションでね、白いこれがあるんです。また同じなんですけどね、これはあの RGT 用で。でも白に白だからかっこいいんで、あえてこれ白使います。で、こういう状態です。まあ、これもちょっと邪魔になるんで、今ちょっと外しておきます。これ全部共通なので、これですね。そしてこのデフはもう、ま、同じものなので、そのまま。で今度はサスペンションね。前が狭くて後ろが広い。サスピンがこうハの字型になるんでね。動員ですね。動員がついて、動員が3度の一応設定です。リアのサスアーム。こういう状態ですね。この角度がね、ちょっと前すぎる。だからこれはこの設計の時にこれをもっと下げてこの辺まで持ってこないといけないね。それともう一つの問題は、これがもう当たってしまってるんだね。でこれはまずいって、これユニバーサルをまず短くしないといけない。これよく見てもらったら、ここの長さの長いを短いを、でこのユニバーサル自身の長いのと短い、後ろの場合はこれとこれを使わないといけない。これ長い方だとこれ出てしまうんですね。ここ最終的には短い方のジョイントにこちらのこれを組み替えてしまうと。これがその組み替えたやつで、これで組み込みます。これ RGT でもそうですけど、いわゆるネジ式のこのホイールハブ使わない時って、これですぐ抜けてしまう、作業中に。そういう時はヒッチをね、あれ切ってこれで止めとけば、これも抜けないですよね。生活の知恵です。上のこれですね。これでね、一応リアはできた風に見えますけれど、
これ当たって動かない。でこれにこれをつけないといけないんでね、これをもう少し幅を広げないといけないんで、で実際にそのサスマウントをこのままではダメなのでこれを使います。広げて下げると、約5ミリ下げて5ミリ外へ出す。動員を4度、一応4度を基準にしとくとすると3、4、5ぐらいは調整できるはずだね。幅もこのままだと多分160ぐらいなんでね、これだからボディは170で入るんで、4ミリずつ広げて168に設計します。ということでディアはこれで解決します。あのステアリングね、リンケージ、実はこのボールもね、これ広坂オリジナルなんです。入りやすくて抜けにくい、これ簡単に入る、でも走ると抜けない、そういうちょっと優れものなんです。で、よし、こっからなんですよね。問題はこのユニバーサルをまっすぐするために下げて広げる。でこのユニバーサルもこの角度ね、これってすごい重要なんですよね。このラインね、ラインよりこれが後ろ行ったらダメだ。後ろ行くとグリップが落ちる。一番下げた時でもまっすぐ、前行った時では角度がつくと、そのぐらいの設定をしないといけない。まだサスペンションに関してはこれから考えます。フロントの一番の問題点はここね、この角度、これはアッカーマンがつかない角度ですよね。でも当然打角も取れないし当たってしまってるのね。これがもっと前へ来ないといけない、これ以上前へ持っていけないんで、これは上げないといけないんだね。これ多分逆につければ、これを裏返せば上がるはずなんですよね。こうすれば、こうするとかなり上がりますね。そうすると今度こいつが邪魔をするんだね。一ついいものを見つけた、これをつけてもいいですよね。 T3M のバッテリーマウント、これに変えてしまう。穴が合わないんでまずは点だけ、ね、でこれでこれがもっと前行くでしょ。でこれがどこまで前出せるか、角度的にはやっぱこれよりは絶対前へ持っていきたい。1センチぐらいいけそう ね。これで一応レイアウトはほぼ決まったので、この次の工程としてはまずシャーシを作ります。使ってる穴位置と移動する穴位置を決めて、シャーシのベースを開いたり作る。その時に一番大事なことはどこまで詰められるか。目標が210で、後ろが実際にこれを下げて、それを全部計算をした上で全体のシャーシの位置を決めないといけない。一応シャーシの位置を決めるのに、まずポイントはこの位置を取るのかな。これ動かないんで、これとフロントのサスペンションのこの位置、これを軸にしてどれだけ詰めるかと。でそれでこれをぶった切ります。でこれもこれちょっと来てくれ、はい、これでミニらしくなったん でこれ自由にこういうシャーシー作ってもいいね。でこのぐらいが実際の出来上がりと、これが約10ミリ前いきます。この辺の1センチっていうのは大きいからね、こういうレイアウトですかね。十分広げてもこんだけ中入ってるしね、広げた方が。これ
からなんでね。だからさすがにしないと。